きくん。 自由民主党の岡田直樹です。私は会派を代表して、岸田総理大臣の施政方針演説などについて、とりわけ令和6年能登半島地震を中心に政府の認識や対応を質問いたします。おのずと能登半島、石川県北陸日本海沿岸に関する項目が多くなりますが、地震津波などの災害は日本全国どこでも。 生じる懸念があります被災県の議員ではありますが地域を超えた気持ちでお尋ねしお訴えをしたいと存じますので議員各位の何卒ご理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げます 1>, 1月1日午後4時過ぎ新年をふるさとで祝う人々を突然の悲劇が襲いました 昨日までに震災関連で亡くなった方を含めて死者240名に達しております心から哀悼の誠を捧げご縁のある皆様にお悔やみを申し上げますまた今なお安否不明の方々がおられますそして負傷され体調を崩された方々をはじめ家や生活の基盤を失い 辛い日々を送っておられるすべての被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます地震発生の翌日羽田空港から被災地に支援物資を運ぶ任務の最中食職に準じられた5名の海上保安官も忘れることができませんそして被災者を被災地を救うため献身的に奮闘していただいているすべての皆様自ららも被災されながら 故郷を守るため懸命に力を尽くされている皆様を含め、深い敬意と感謝を表するものであります。全国各地から温かいご同情と義援のお志が寄せられております。多くの方々がボランティアに登録を行い、すでに活動を開始されています。女性の支援者の方々からも大きなお力をいただいて、避難所の環境整備なども行われております。 議員閣議におかれましても党派を超えて支援の輪を広げていただいておりますことに被災県の一員として熱く熱く御礼を申し上げます誠にありがとうございます <laughs> 今この瞬間も被災者の皆様が厳しく不安な時を過ごしておられることに深く思いを致し一日一刻も早く日常生活を取り戻すために また将来の再建に向けて質問に入らせていただきます野党は優しや土までも岸田総理が姿勢方針で述べられたように昔から石川には野党は優しや土までもという言葉があります総理が外に優しく内に強靭と表現された通り純朴で我慢強く互いに支え合って生きてきた野党の人々の優しい気持ちは その土にまでででも深く染み込んいいるという意味でしょうしかし一説には「やさしや」は「やせしや」つまり「やせている」という意味ではないかとも言われております日本海に突き出した能登半島の厳しい地理的条件自然条件の中で過疎化が進み高齢化率も半島先端の珠洲市では50%を超えております あえて申せば能登は地震前から厳しい土地がでありました皆様能登はもちろん石川県にありますしかし石川県にだけあうのではありません全国の半島離島そして人口減少や高齢化に悩む地域は全て能登と呼ぶことができると私は思います今回の地震は全国至うところの 厳しい環境にある過疎地域に共通した大きな不安を投げかけております。人々は故郷に戻り住み続けることができるかの瀬戸際にいます。自治体も存続の危機に立たされております。能登の人々には今、将来の希望の光が必要です。まず、いかなる手段を用いても被災地の復旧復興を成し遂げる。 断固たる決意を岸田総理にお伺いいたしますここまで政府はやつぎ場合に予備費を活用し財政的支援を強力に行ってきました先月26日には被災者支援パッケージとして1553億円の予備費の支出を決定しました先月11日には激甚災害の指定が行われ寸断された道路水道 送電線などの復旧に向け被災自治体の負担が大幅に軽減されますさらに大規模災害復興法に基づく非常災害指定が閣議決定され道路河川砂防に加えて漁港港湾海岸なども施設復旧の権限代行が可能となりました当面の急務はこうした復旧作業を迅速に進めることでありますしかしそれだけでは能登は再生できません 人口減少や高齢化に悩む能登においては単に壊れたものを元に戻す復旧ではなく将来にわたって住民が住み続けることができる大いなる復興が必要と考えます第3回国連防災世界会議で採択されたビュードバックベター創造的復興を成し遂げねばなりませんそれには内閣に設置された復旧復興支援本部のもと 復旧・復興にかかる財政需要に対して、新たな補助制度の創設や、既存制度の拡充、その裏付けとなる地方負担に対する十分な交付税措置などの強力な財政支援を講じていくことが必要です。同時に、この本部がしっかりと創造的復興を実現するには、省庁の垣根を越えて、横断的なワンチーム的な組織でなければなりません。 この強力な財政支援とバックアップ組織について、施政方針で示されたように、異例の措置でもためらわずに実行する、できることは全てある、という意気込みを実現するため、創造的復興、大いなる復興に向けた総理の方針を伺います。加えて、東日本大震災や熊本地震などに匹敵する甚大な被害を地域にもたらしたことから、 被災者の方々のきめ細かなニーズや地域の再生に対応していくための復興基金の創設そして規模感についても総理のお考えを伺いますコロナ禍で東京一極集中に変化の兆しが見えたものの社会経済活動の回復とともに再び地方から大都市への人の流れが戻ってきています石川県内を見ても 金沢周辺と能登の格差は大きなものがあります。そのような中、能登の各自治体は、その持てる潜在力を生かして、地方創生に懸命に努めてきました。例えば、珠洲市では、奥能登国際芸術祭を開き、また、使われなくなった小学校の校舎に金沢大学のキャンパスを誘致、こうした新たな取り組みもあれば、和島市の白米千枚田に象徴される世界農業遺産の指定、 平安時代から続くという輪島の朝市輪島塗りや鈴焼き等の伝統工芸など古きよきものも守ってきました北朝鮮や中国の漁船と対峙しながら日本海での漁業も続けてまいりました地震により大打撃を受けましたがこうした歴史自然生活文化を守り新しい息吹をもたらそうとする努力を助けることが創造的復興につながるのではないでしょうか そこで能党がこの大災害を克服し地方創生を成し遂げることができるよう全国的な地方創生のモデル地域あるいは地方創生復興特区などの位置づけを願いたく総理のご所見をお伺いします今回の能党半島地震は日本全国に警鐘を打ち鳴らすものであります南海トラフ地震首都圏直下地震がもし起これば その人的的被害経済的損失ははるるかにに巨大になると予想されますそこで、南海トラフ地震、首都圏直下地震などの大災害に備えて、国土強靭化対策を加速度的に進め、最善の措置をあらかじめ講じていくことは、政府の最も重大な責務であり、喫緊の課題と考えますが、現状の国土強靱化対策は十分と言えるでしょうか。 さらに一段の強靭化に向けた総理の見解を伺いますまた今回の地震に際して防衛省の借り上げた民間客船の白鵬やなっちゃんという船が七尾港に入港し避難者の受け入れや災害対策の拠点となりましたその取り組みを見るにつけ被災地に海上から医療と物資を届けることができる 災害時多目的船、いわゆる病院船の整備は、やはり急がねばならないと実感をいたしました。令和3年に成立した議員立法では、船舶を活用した医療提供体制の推進に必要な計画の策定が義務付けられておりますが、災害時多目的船の早急な整備に総理はどう取り組むお考えでしょうか。今回の地震で、道路や水道、送電施設などが大きな被害を受け、 数多くの孤立集落が発生しましまた道路網は寸断され支援部隊や医療チームの派遣生活物資の搬入は困難を極めましたそのような中孤立集落支援のため自衛隊は空からはヘリ海からは大型のホバークラフトを使って支援物資の陸揚げを行いましたまた自衛隊員は土砂で埋まった車の通れぬ道を支援物資を詰め込んだ 大きな荷物を背負いながら歩いて被災者に届けていただきました。住民の方々にとって誰一人取り残さないという言葉を身をもって実践した自衛官の皆様は温かく頼もしい存在であります。深い感謝を捧げます。黙々と働く若い自衛官に報いるような処遇を切に臨みます。また消防庁長官の指示を受けて、 極めて短期間に全国から駆けつけていただいた緊急消防援助隊の皆様、住民の捜索活動や治安維持のために各都道府県から派遣された警察官の方々、道路の応急復旧などに尽力された国土交通省地方整備局のテックホースの皆様、上下水道、電気などのライフラインの復旧を急いでおられる関係者の皆様、 献身的にご努力いただいている医療、福祉、介護関係者の皆様、公務員はもとより最前線でご苦労されている民間の皆様には本当に頭が下がります。総理は1月14日に被災地に入り、被災状況と現地の事情を直接見ていただきました。食料や飲料水、生活物資の供給支援や 電気や通信網、上下水道などのライフラインといったインフラの復旧について、一刻も早く実現するという意気込みを伺うとともに、できるだけ復旧の時期的見通しを示していただきたいと思います。とりわけ、野党にとって生命線、命の道というべき国道249号、野党里山街道、能越自動車道などの幹線道路は、 今回、表明された国の権限代行によって、早期の復旧が切に臨まれます。葬儀の意気込みをお伺いします。避難生活が長引く中、災害関連死が大変懸念されます。石川県では、避難者の身体的、精神的な負担を軽減し、災害関連死を食い止めるために、1.5次避難所を金沢市の石川県スポーツセンターに開設し、自宅の復旧や 仮設住宅の準備が整うまでの間に活用するホテルや旅館といった二次避難所までのつなぎ対策を講じましたただ短期的な移動であっても住み慣れた場所や家族知人と離れることに大きな不安を示す方が多いことから1.5次避難所や二次避難所の積極的な確保と合わせて被災者のコミュニティにも配慮した対応が必要です 熊本地震の際、地元選出の国会議員として災害関連死の問題に直面した経験をお持ちである松川防災担当大臣に、いかにして1.5次避難、2次避難を迅速に実施していくのか、そのお考えをお伺いします。また、1.5次避難所や2次避難所への移動に伴う不安解消のために、必ず皆さんをふるさとに戻すと明言した石川県知事と同様、総理からも 国が責任を持って、できるだけ早く必ず住み慣れたところに戻ることができるようにするとの決意を込めて、改めて被災者に届くようお聞かせください。現在、石川県や県内の市町は、プレハブや木造の応急仮設住宅の建設を急いでおり、3月末までに応急仮設住宅約3000戸を着工し、うち約1300戸で入居可能になると見込まれております。 1>, 1月20日現在で3万を超えた住宅被害等数を考えると、さらなる建設が必要です。ただ、能登半島の地位的な制約から、家屋を建設できる土地は極めて少ない状況です。自治体による仮設住宅建設の場合、農地の転用許可は不要とされましたが、それだけでも足りず、被災地の企業で家を失った従業員が他の地域に移ってしまうことも強く懸念されます。 自治体だけでなく、企業が応急的な社宅を建てる場合なども含めて、農地転用許可を不要とするなど、被災地からの働き手の流出を食い止めていただきたく、総理のご見解を伺います。また、民間賃貸住宅の活用により、短期間での提供が可能となる、応急借り上げ住宅も供与が始まっています。東日本大震災では、約12万戸の応急仮設住宅のうち、応急借り上げ住宅は約7万戸でした。 被災者のの暮らし再建の促進に大きな効果がああるる事業であると考えますただ、現行の応急借り上げ住宅の制度では、一旦割り当てられると家族が増えるなど、自己都合による転居が原則的に認められず、被災者のニーズの変化に対応できていないという指摘があります。そこで、応急仮設住宅や応急借り上げ住宅への財政的な支援、 そして事務手続きをサポートする人材的な支援さらには応急借り上げ住宅の一層の活用に向けた被災者のニーズの変化への柔軟な対応について総理に伺います家屋が倒壊し衣服も履物も家財道具もそして地方では移動のために不可欠な自動車も失ってしまった被災者が大勢おります家屋の解体撤去費用については 全会だけでなく、半会も自己負担ゼロとなりますが、これに加えて、生活の再建に向けた準備にかかる費用を考えれば、被災者生活再建支援制度の拡充や追加的な支援が必要です。総理は今国会で最大300万円の被災者生活再建支援金の追加支援について、具体的な対応を至急取りまとめると述べられましたが、追加支援を早急に示していただきたく、総理の答弁を求めます。今回、 能登半島北部を中心に木造住宅が多く倒壊し、犠牲者が多数発生しましたが、全国的にも過疎地では木造住宅の耐震化は遅れがちであります。既に申し上げた輪島市朝市通り周辺地域では、地震で倒壊した家屋から火災が発生し、約300件ほぼ5ヘクタールが消失しました。 阪神・淡路大震災で神戸市長田区などで83ヘクタール7000棟以上に及んだ火災を発生したことから全国で密集市街地の火災対策を進めてきましたが地震以外でも平成28年糸魚川市の大火もありました今も全国には木造住宅密集地が点在し東京都内にも8600ヘクタール23区の1割強に相当する面積が残っております 今回の輪島市での延焼を教訓に、全国各地で地震時に発生しうる木造住宅密集地での大規模火災を防ぐ方策の強化が急がれます。能登半島の被災自治体、そして同様の状況にある全国の自治体でも、木造住宅の耐震化や群発地震による耐震力への影響の確認、 防火性の向上を含む延焼を防ぐ地域づくりを進めることができるよう、国による財政支援や技術支援を厚くすべきです。さらに、膨大な災害廃棄物の所持に伴う被災自治体の負担のさらなる軽減も必要です。より地震と火災に強いまちづくりを根本的に進めていくことについて、総理のご所見を伺います。コロナ禍の苦しい時期をようやく乗り越えようとしていたやさき震災被害に見舞われました。 観光業では旅館、ホテル、飲食店などの施設や周辺インフラへの重大な被害により再開の見通しも立たないところも多く出ています。大きな風評被害も生じています。石川県のものづくり産業でも建物や設備の損傷が多数発生。奥能登の酒造会社では酒蔵の倒壊などの大きな被害を受けました。伝統工芸品の工房も被災し再建のめどが立ちません。 港湾岸壁の被災により生産物流活動に影響が出た企業もあります。再建数にもゼロゼロ融資の返済の本格化に加えて復旧費用や売上減少が重くのしかかります。考えうる方策を総動員し悪循環を食い止めなければなりません。そこで第一に雇用調整助成金などによる地域雇用の維持。第二に成りわい再建支援事業や持続化補助金、 伝統産業などの事業継続や商店街の再生のための補助金などによる事業者再建支援、第3に定理市の災害復旧貸付や返済猶予、再建買取や出資の可能な官民ファンドによる事業再生支援などの資金繰り支援、こうした3本柱を軸に、個々の事業に寄り添った対応が不可欠であります。その際、被災地から人と企業が流出しないような手立て、 例えば雇用調整助成金の助成率、上限額の思い切った引き上げも必要と思いますが、総理のご所見をお聞かせください。併せて1月25日に取りまとめたパッケージの早期実行に加え、雇用となりわいを守るとともに、将来に向けて成長できる環境を整えていくためには、その実現までに何度でも施策パッケージを講じていく必要があります総理の決意を伺います。 国や地域は、官の力だけで守れるものではありません。自衛隊、消防、警察、解放などに劣らず、建設産業の方々も日頃から地域を守り、災害から地域住民を助けるヒーローであります。車中泊をしながら道路の復旧に当たる方々もおられます。しかし、地元の建設産業は人手も足りず、全国的には資材高騰の深刻化で、事業継続が厳しくなっています。真っ先にに被災地の復旧復旧興に取り掛かる 地域に密着する建設産業の維持と発展について総理のお考えをお伺いします。石川県は日本海沿岸の各県とともに豊富な海の幸に恵まれ、ブランド化を目指している農畜産物を産出していますが、その農林水産業も大きく被災しました。ため池や用水路、牛舎、農機家、農機格納庫などの損壊、 多くの漁船の転覆や沈没、漁港の使用不能など、重大な被害が出ております。この被害の大きさを前にして、高齢化が進んでいる農産漁村では、復旧・復興を諦めてしまいかねず、一次産業存続の危機であります。そこで政府には農地やや林道漁漁港や漁場などのの被災した施設復復旧復興 漁船や加工施設などの再建を急ぐとともに、日本の食料安全保障と輸出戦略を支える農林水産業の持続的な発展にもつながる支援策を講ずることが極めて重要と考えますが、総理のご所見を伺います。また、熊本地震の復興のシンボルである熊本城のように、能登半島地震にも復興のシンボルが必要です。 世界農業遺産の中心的存在でありながら、ずたずたに引き裂かれた輪島の千枚田、長い歴史を持つ輪島朝市は、時間がかかろうとも国が手こいでをして、絶対に復興しなければならないと思いますが、総理にこの決意についてお伺いいたします。折しも来たる3月16日、北陸新幹線が金沢から福井県敦賀まで延伸開業されます。 2015年に予想上回る効果を生んだ金沢開業に続いて北陸における第二の開業効果を目指して準備を進めてまいりました地震による影響を乗り越えむしろ一体感を強めて地元を挙げて進められてきた準備を止めてはなりません大胆な北陸応援割をはじめとして観光業の支援が強く求められますそこで復旧復興さらに地方創生を実現していくために被災した文化財や美術館などの 観光施設の修復、そしてこれらを生かした観光地のさらなる魅力向上につながる復興プランの作成と実行にどう取り組むのか、そして被災地以外の風評被害をどう払拭するのか、総理にお尋ねします。さらに、生活はもちろん、 観光の足となる能登空港や能登鉄道などの交通インフラの復旧、合わせて被災した七尾市和倉温泉などの地域に再び多くの観光客が訪れることができるよう、国や鉄道事業者においては、JR 七尾線や能登鉄道を活用した取り組みを強力に行うことは不可欠と考えますが、総理の考えを伺います。そして先人の苦心の賜物である北陸新幹線ですが、 東海道新幹線の開業からすでに60年近く経過しております。北陸新幹線は整備計画として決定されている東京と新大阪を日本海側経由で結ぶ総延長約1 720キロのうち、敦賀までの延伸開業で約580キロが開通することとなり、残るは敦賀新大阪間の2割だけとなります。 令和6年度予算案には、北陸新幹線の敦賀伊勢の整備に向けた調査費として、前年度比2億円増の14億円が盛り込まれていますが、予定ルート上の環境影響評価、アセスメントが遅れており、敦賀から先の着工が見送られております。地元自治体や経済界は、北陸の成長基盤となる最重要インフラとして、早期の全線開業を待ち望んでおります。 これが完成すれば、東海道新幹線、北陸新幹線で、東京と大阪を結ぶ環状ルートが日本の真ん中に出現いたします。国土の多重性が高まり、強靭化の点でも、地方創生の観点でも極めて大きな意味があります。北陸新幹線の全線開業は、一人、北陸のみならず、我が国の新たな国土軸を形成するものであり、国土強靭化と地方創生の中で、 今ままで以上に重く位置づけられるべきと考えますが総理のお考えをお聞かせください。その上で、全線開業に向けた早期着工について、総理の決意をお伺いいたします。未来の地域社会を担う青少年にも手厚い対応が求められます。被災した受験生のために、大学入学共通テストの追試験会場を東京、京都に限らず、 金沢大学にも設けられたことに感謝をいたします学習の機会を確保するため様々な取り組みが進められております大きな被害を受けた自治体では保護者の同意が得られた希望者を一時的に県内の他の自治体に移す集団避難が実施をされていますそれでも避難の期間や学校再開までの長期化それに伴う子どもたちへの影響が懸念されます 災害の激しさが子どもたち若者たちの心に残した影響も心配であります被災地の子どもたちを学習環境の再建や経済的な支援精神身体のあらゆる面でのケアなどで国が全力で支えていくことが重要でありますえ総理のお気持ちをお聞かせくださいえ、結びにこの度は国民の皆様に対して 政治不信を招きましたこと、大変申し訳なく存じ、信頼回復に努めるとともに、自らの責務を果たしてまいることをここにお誓いして、私の質問を終わせていただきます。誠にありがとうございました 文雄内閣総理大、えー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 、岡田,岡田直樹議員のご質問にお答えいたします。 復興への決意についてお尋ねがありました。今般の震災では、厳しい状況が幾重にも重なり、多くの被災者が不自由な避難生活を強いられています。政府としては、一日も早い復旧・復興を進めていくため、先週には被災者の生活となりわいの支援のためのパッケージを決定し、政府を挙げて実行しています。 その上で、息の長い取り組みとなることを踏まえ、能登半島地震復旧・復興支援本部を新たに設置をし、できることはすべてやるとの考え方のもと、被災自治体と緊密に連携をし、そのニーズを受け止めながら、被災者の帰還と被災地の再生まで責任を持って取り組んでまいります。 被災地復興に向けた方針と財政支援についてお尋ねがありました。石川県の長谷知事は、創造的復興という考え方で、能登半島地震からの復興ビジョンを示そうとされています。再び能登に戻れないのではないかといった不安の声も聞かれます。そうしした被災地の声にしっかりりと寄り添い 復旧・復興支援本部を司令塔として、政府一丸となって、被災地の復旧・復興を全面的にバックアップしてまいります。財政措置についても予約、予算の制約により、震災対応を躊躇することがあってはならないという考え方のもと、令和6年度予算案を変更し、一般予備費を1兆円に倍増する、 極めて異例な対応を行いましたその上で、被災自治体が被災者のきめ細かなニーズに対応しつつ、えー、ビジョンに沿った復旧・復興に取り組めるよう、復興基金の必要性も含め、適切に判断をいたします。そして、能登における地方創生についてお尋ねがありました。 今般の災害対応では野党の,の方々の絆の力がデジタルスタートアップ官民連携などと組み合わされて生まれる新たな力を目の当たりにしました野党には議員の御指摘のとおり素晴らしい歴史自然生活そして文化がありますこれらを新たな力で再生し派生知事も提唱されている創造的 こうにつなげることで、全国の地方創生のモデルと位置づけられるよう、あらゆる政策を総動員して、能登の地方創生の取り組みを支援してまいります。国土強靭化の取り組みについてお尋ねがありました。今般の能登半島地震では、耐震化率が低い地域での木造家屋群の倒壊や火災。 代替ルートが少ない山がちな半島の先という特性からくるインフラライフラインの寸断途絶など、今後、防災・減災を進める上で、さまざまな教訓が得られました。政府においては、現在、5カ年加速化対策をはじめ、国土強靭化の加速化、そして進化を推進しているところですが、今回の 災害の教訓を生かすためにも、また来たる巨大災害に備えるためにも、今回の被災復旧過程の分析や、これまでの取り組みの効果の検証を行い、さらなる防災・減災の取り組みにつなげてまいります船舶。船舶活用医療についてお尋ねがありました。ご指摘の船舶活用医療推進法は、 本年6月までに施行されるところ法の,法の施行後は、政府において船舶を活用した医療提供体制の整備推進計画を策定するとともに、私を本部長とする船舶活用医療推進本部において、総合的かつ集中的に体制整備を推進することとされています。これまでで政府では民間カーーフェリーに 医療用テント等を展開して、救護活動を行うための実証訓練を実施するなど、法の施行に向けた準備を着実に進めてまいりました。法の施行後は、船舶を活用した医療提供体制の速やかな構築に向けて、まずは既存の船舶を活用した活動マニュアルの策定等を進めるとともに、より効果的な体制の在り方について、 総合的な検討を不断に進めてまいりますインフラ復旧に関してお尋ねがありました発災当初から政府として被害が甚大な幹線道路の道路警戒とを自治体に代わって行うなどインフラライフラインの復旧に全力を挙げてきましたその結果電力や携帯電話は概ね復旧をしました えー、上,上水道については、おおむね浄、えー、水場までの復旧は完了しましたが、えー、奥能と六島町の幹、えー、路復旧は年度内まで、年度内まで、そして一部地域は4月以降まで時間を要する、まあ、こういった見通しであります。えー、被災者の、えー、帰還を実現するためには、 インフラ復旧を加速化させる必要があり、ご指摘の自動車専用道路を含め、26カ所の道路、空港、港湾、海岸、漁港等について、国による権限代行等を速やかに実施をし、被災自治体と連携して、インフラの早期復旧に全力で取り組んでまいります。 二次避難等をされる方の不安解消に向けた取り組みについてお尋ねがありました。安心して二次避難等をしていただくためには、再び住み慣れた土地に戻ってこられるという見通しを持っていただくことが極めて重要です。私自身、被災地を視察し、被災者の方に安心して二次避難等をしていただけるよう、 地元の仮設住宅の建設をはじめ、再び住み慣れた土地に戻ってくるための環境整備を並行して行うというお約束をしてまいりました。また、不安や懸念が解消されるよう、丁寧な情報提供に努めるよう指示をしてきたところです。被災された方々が再び住み慣れた土地に戻ってこられるよう、 そして一日も早く、元の平穏な生活を取り戻すことができるよう、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージに基づき、政府として被災地の復旧・復興を強力に推進してまいります。被災地で仮設住宅を建設する際の農地関連の手続きについてお尋ねがありました。 ご指摘のとおり、地方公共団体による仮設住宅建設の際には、農地転用許可を不要としています。さらに、企業等が仮設住宅を建てるために、農地を一時転用する際には、通常であれば農用地区農、農用地区域からの除外が必要であるところ、これを不要とした上で、 転用手続きについても、緊急性等を考慮して、迅速に行うこととしております。能登の基幹産業である農業の復旧・復興に向けて、有料農地の維持にも,にも留意しつつ、被災地において仮設住宅建設が円滑に進むよう対応してまいります。応急仮設住宅についてお尋ねがありました。 応急仮設住宅には、民間賃貸住宅を借り上げる方式や、新たに建設する方式等があり、被災者のニーズに応えつつ、迅速な提供を図るため、国としても災害救助法に基づく財政負担だけでなく、人的支援、空き,空き室の提供など、さまざまな支援を行っています。 今回の災害では、家屋倒壊により、自宅に戻れない被災者が極めて多いため、まずは一刻も早く応急的な住まいを希望者に提供していくことが最優先ですが、入居者数の増加や健康状態の変化などの事情があれば、住み替えは可能であり、その旨を被災自治体に周知徹底してまいりますし、 そのための人的支援等も行ってまいりますそして被災者生活再建に向けた追加支援についてお尋ねがありました、えー、被災により住宅の被害を被った被災者への経済的支援のあり方については被災地のニーズやその実情さらには現下の経済情勢も踏まえて 野党の実情に合わせたた追加的な方策を検討すると申しし上げてきましたその具体的な内容について、昨日開催した令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部の第1回会合において、私からお示ししたところであります、えー。特に高齢化が著しく進み、半島という地理的、まあ、制約から地域コミュニティの再生が、 乗り越えるべき課題となる野党地域6市町を中心に、地域福祉の向上に資する新たな交付金制度を設けます。その際、半壊以上の被災をした高齢者等のいる世帯を対象として、家財等の再建支援に最大100万円、住宅の再建支援に最大200万円、 合計最大300万円を目安に、地域の実情に応じた支援が可能となるよう、速急に制度設計を進め、この追加策の提案を得てまいります。また、同制度の対象とならない若者・子育て世帯についても、遜色のない対応が必要であり、足元の物価・金利情勢を踏まえた 住宅融資の金利負担助成など、地域の実情を踏まえたきめ細かなや事業を行うことが可能となるよう、その方策について、石川県と調整を進めてまいります。長谷石川県知事からは謝意を示していただいたところですが、制度設計のけ、えー、検討、調整、加速してまいります。地震と火災災に強いづくり及び災害廃棄物処理の 自治体負担軽減についてお尋ねがありましたこれまでの継続的な取り組みの結果、耐震化率と密集市街地の改善が進み、市街地の安全性は向上しましたが、今回の地震では高齢化が進み、耐震化率、防火性が低い地域での 木造住宅群の倒壊火災等の被害が顕著であり今後この教訓を踏まえ耐震化の促進防災化の向上にさらに取り組んでまいります災害廃棄物の処理については特定非常災害の指定により全開家屋に加えて半壊家屋も高い国負担で 被災自治体が公費解体撤去を行えるよう措置をいたしましたが、被災状況を踏まえた上で、さらなる負担軽減を含め、必要な支援を検討してまいります。雇用調整助成金と施策パッケージについてお尋ねがありました。雇用調整助助成成金につつついては過去の災害対応も参考としつつ助成率や 支給日数をを引き上げる特例を設けました日額上限額については、失業給付の上限額とのバランスを踏まえることが適当と考えていますが、今般の特例では、従業員の出向や教育訓練も引き上げの対象とするなど、きめ細かい配慮を行っており、被災地の雇用維持を支援してまいります。また支援パッケージでは 復旧・復興段階まで幅広い施策を盛り込み、まずは1500億円規模の予備費の使用を決定したところです。政府として、被災者に寄り添いながら、切れ目なく機動的、弾力的,な的に必要な財政措置を講じてまいります。建設産業の維持と発展につきまして、お尋ねがありました。地域の建設業は災害が発生すれば 応急復旧のために直ちに出動するなど、地域にとって不可欠な存在です。今回の能登半島地震においても、発災直後から道路警戒等に従事し、極めて厳しい環境の中で命をつなぐ緊急輸送ルートを確保していただきました。尽力いただいたただ事業者業者作員の皆様に心から敬意を表し申し申上げます 引き続きこうした役割を担っていただけるよう、適正な労務費が確保され、資材高騰が適切に価格転嫁された請負い契約や、働き方改革、生産性向上を促す法案を今国会に提出をし、担い手確保を通じた持続可能な建設業の健全な発展を実現してまいります。 能登半島地震で被災した農林水産業等の復旧・復興についてお尋ねがありました。被災地の農,業農林水産業については、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージに基づき、漁港などの生産インフラの復旧や、機械等の再建、金融支援等の各種支援を重層的に講じ、 復旧、復興がなった暁には、我が国の食料安全保障と輸出戦略を支えるものとして、持続的に発展していけるよう、後押しをしてまいります。また、世界農業遺産の能登の里山、里海を代表とする白米千枚田や、日本三大朝市に数えられる輪島朝市。 これらは地域の方々の誇りであります。なりわいの再生、観光復興に向け、その復興再生を全力で支援をしてまいります。そして北陸の観光地の復興および鉄道を利用した、活用した能登観光復興の取り組みについてお尋ねがありました。観光地のの再生に向けて国の権限代行や 支援により幹線道路上下水道能登空港鉄道等のインフラライフラインの本格復旧を迅速に進めてまいりますその上で地域の観光資源の復興再生に向けて、えー、復興プラン策定段階から政府としての息の長い支援を行ってまいりますその際に観光列車の活用や能登地域への 旅行商品造成は復興の象徴となり得るものであり観光需要管理策と合わせて政府としても実現を後押ししてまいりますまた北陸4県の比較的被災が少なかった地域については風評対策として3月の北陸新幹線延伸の機会も捉え正確な情報発信と集中的な観光プロモーションを行いつつ 3月4月を念頭に北陸新幹線の全線開通についてお尋ねがありました、えー、北陸新幹線は関東、関西と北陸との結びつきをさらに強め、日本海側、太平洋側の二面活用や地域活性化に重要な役割を果たすのみならず、えー、重層多,層的多重的な 新幹線ネットワーク構築により、災害に対するリダンダンシーを確保を図る重要な交通インフラです。これまで長野、金沢まで段階的に開業し、北陸新幹線の発展に大きく寄与してきましたが、あ北,北陸地方の発展に大きく寄与してきましたが、 震災からの復興に向けて、3月16日の金沢・鶴ヶ間の開業を予定通り進めてまいります。残る鶴ヶ新大阪間については、着工に向けた諸条件について検討を深め、一日も早い全線開業を実現していきたいと考えております。被災地のの子どもたたちへの支援にについいてておお尋ねがありました政府においては 現在、子どもたちが置かれているさまざまな環境に応じた支援として、具体的には学校施設の復旧支援、教科書や1人1台端末の提供、家計が急変した子どもに対する就学支援、教職員やスクールカウンセラーの派遣などを行うとともに、二次避難を検討される保護者への情報提供を行っております。政府としては 子どもの環境に応じた学習支援や経済支援そして心のケア等を行い被災地の子どもたちを全力で支えてまいります残余の質問については関係大臣から答弁をさせます 松村義文国務大臣 <laughs> <laughs> 岡田直樹議員から1.5次避難及び二次避難の進め方についてお尋ねがございました被災地では冬の寒さと長引く避難生活により厳しい環境が続いております知事市長町長にとっては まさに苦渋の決断であったと思いますが、命と健康を守るため、地域外の環境の整ったホテル、旅館など、いわゆるみなし避難所への二次避難等を進めておられます。熊本地震の実態を踏まえ、災害関連死を何としても防止するため、みなし避難所の利用額の基準の特例的な引き上げを行ってきたほか、地域のコミュニティを 維持したいといった多様なニーズにも応えられるよう必要十分な二次避難先等の確保に努め県が行います受け入れ施設のマッチング等を支援してきたところでございます引き続き被災者お一人お一人の立場に寄り添いながら県とも連携の上でさらに全力で支援してまいります